アロハー、ハワイの大工さんです、現場終わりましたので、どんな風に仕上がっていったかっていうのを、まあ、少し早送りにしてみました。ご覧ください。改めましてアロハー、約1ヶ月半かな、6週間から7週間ぐらいかなで終わりました。まあ最初デモレーション、壁潰したり、あと石膏ボードをね、天井がとてつもなく汚かったので張り替えて、そして天井と壁のペンキ、そして何？キッチン、バスルーム、窓、ドア。で、まあちょっとクローゼットね、作ったりもしましたね。まあそんな感じでようやく終わりました。ということで、日本にね、行こうと思っています。行きしのチケットは取りました。5月の終わりに行きます。そしてまあそこから2週間から1ヶ月ぐらい考えてるんですけども、帰りのチケットはまだ取っていませんが、それぐらい行こうかなと思っています。まず東京行って、そこから福岡にね行こうと思っています。そしてまあ、母親に会いに大阪に行ったりですね。まあメインは今回は福岡、九州、福岡にして、イカをね、イカを釣ったりしたいなと思って、釣りがちょっと楽しみです。まあお刺身とかね、まあお寿司もそうですけども、アメリカ、まあハワイですけども、もうとことん高いんで、
とてもじゃないけども外食とか、まあ行ってもいいんやけどね、もう最近ほんま、2人で友達とちょこっとお酒飲みに行ったら平気でやっぱり200ドルしますからね。だから、まあせっかくなんで日本行ったら、今まあもちろん為替がいいんで、焼き鳥とか焼き肉も行きたいけども、ちょっとしたね贅沢でこんな機会にちょっとお刺身とかなんかちょっとそんないい感じのところも行きたいなと思ってます。もちろん全然コンビニの弁当、まあ普通のほかほか弁当とかね、そんなんでも全然ありがたいですよね。やっぱりこっちにはないんですごく楽しみです。まあ申し訳ないですけどね、今の感じの円安で行ってくれたら、できたらこれから年に1回と言わず年に2回ぐらい行きたいなーってそんなん考えてます。そうですね、水道だけ1日早く撮影したから、次の日に来てくれました。こんな感じです。ありがとうございました。マハロー。